韓国で視聴率こそ振るわなかったものの、口コミで高評価を受けている隠れた名作ドラマ8作品を紹介してみたいと思います。原理原則主義者の刑事ハンテジュは、元婚約者で検事のチョン・ソヒョンの頼みで連続殺人の容疑者を追っていた最中、事故に遭ってしまう。しかし、目が覚めた場所は現在ではない1988年だった。夢なのか現実なのかわからないままテジュはインソン市西部警察署の班長として赴任することになる。しかし、過去の刑事たちのアナログな捜査方法に納得がいかず対立するテジュは、現在に戻るため危険な選択をするのだが、本作はイギリス BBC の名作ドラマをリメイク。実際に起こった事件をモチーフにしたエピソードの数々、そして記憶の中をたどりながら徐々に導かれていく衝撃の真実にハマる視聴者が続出。最高視聴率は 5.9% と、数値こそ振るわなかったものの、ファンタジーとの融合が秀逸すぎると話題に。サスペンスマニアたちの中でも高い評価を得た。サスペンス好きにはたまらない一作です。ライフ・オン・マーズは、アベマ、フール、ユーネクストなどで配信中です。シングルマザーの母と離れて暮らす高校生のジュヌは、ある日、幼馴染を助けようとするが、校内暴力の加害者として濡れ衣を着せられ、強制的に転校させられてしまう。新しい学校に何も期待せずにやってきたジュヌだが、心優しいクラスメイトのスビンや、友達、教師ハンギョルらと同じ時間を過ごすうちに少しずつ成長し、生きる意義を見つけていく。甘くピュアな初恋模様はもちろん、いじめや差別、家庭環境など、現代社会が抱える様々な問題にぶつかりながらも、大人と子供の狭間にいる18歳という時間を精一杯生きる若者たちの姿をリアルに描いた作品。どの世代にも響くストーリー展開で、最終回は自己最高視聴率を更新。決してヒットとは言えないものの、隠れた名作として挙げられる、じわーっと心に響く終作です。18の瞬間は、Netflix、Hulu、FOD、Unext にて配信中です。連続殺人鬼ユンヒジェの息子であるユンナムは、ある日、ソウルから引っ越してきた女優の娘キルナゴンと恋に落ちる。しかし、ナムを偏愛していた父ヒジェは、自分からナムを奪おうとしたナゴンの両親を殺害。ナムとナゴンは、殺人者の息子と被害者の娘という境遇になってしまう。月日が経ち、ドジンと改名した警察官のナムと、ハンジェイという名前でトップ女優として活躍するナゴンは、運命的な再会を果たすのだが、殺人犯の父の罪を償うために警察官となった男と、被害者の娘の12年にわたる恋の物語。主演のチャン・ギヨンとチン・ゲジュ二人の表情で語る演技が素晴らしく、決して結ばれることを許されない切なすぎる愛。二人が互いの傷を癒し合っていく姿に涙が止まらず。ラストの演出、エピローグは必見。純粋な恋愛模様と深い情愛は心に染み込む。泣きたい時に見てほしいおすすめの作品です。ここに来て抱きしめては、アベマ、FOD などで配信中です。広告デザイナーのジンガンは、幼い頃に両親を失い、年の離れた兄ジングクと二人で暮らしていた。ある日、親友スワーの陶芸店に招待されたジンガンは、パーティーのスタッフとしてやってきたビール会社の従業員ムヨンと出会い、彼の失礼な発言に腹を立てる。そんな中、兄のジングクもまた陶芸店に向かう途中でムヨンとすれ違い、ムヨンの眼差しになぜか胸騒ぎを覚える。2002年に放送された、北川恵理子脚本の大ヒットドラマをリメイク。初回視聴率は 4% と、まずまずのスタートでしたが、全16話の平均視聴率は 2.8% と大苦戦。ですがコミュニティサイトでは、キャストの熱演が絶賛され、中でも、総員学のミステリアスな魅力にはまる中毒者を続出させました。韓国版ならではの新たな展開も盛り込まれ、原作を知る人はもちろん、知らない人でも楽しめる。完成度の高いドラマに仕上がっています。空から降る1億の星は、Hulu、FOD などで配信中です。真っ白な雪に包まれたある朝、学級委員長のコウソヨンは、クラスメイトのイーソーが学校の花壇で亡くなっているのを発見する。自殺と結論付けられたソウの死だったが、ソヨンの元にソウを殺害した犯人を告発する、
匿名の手紙が届く。また、ソーの友人であったハン・ジフンも、ソーの自殺を疑っていた。告発状の内容がマスコミにも流出し、騒ぎとなる中、これ以上何も知らないふりでいられなくなった、ソヨンやジフンたちは、ソーの死の真相を明らかにするため、生徒たちだけで校内裁判を開くことにするのだが、宮部みゆき氏による長編推理小説を原作に、キム・ヒョンス、ジャン・ドン・ユン、ソー・ジフンが若手俳優たちの出演で、学校内で起こる様々な事件を通じて、青春期に抱える悩みや葛藤、社会問題に深く触れたヒューマンミステリー。若手俳優たちの高い演技力、複雑な心理描写と緊迫感、緻密に練り上げられたストーリーが話題となり、視聴率は最高で 1.7% と低調ながら、口コミでは高評価を獲得。韓国視聴者からもウェルメイドドラマと高く支持された作品です。2021年のある日、広州の工事現場で、身元不明の白骨遺体が発見される。41年前の1980年の春のソウル。大学街を盛り上げていた民主化の熱気とは関係なく、お金の調達に必死だった医大生のヒテは、家に帰りたいという誰かの一言で、故郷の広州に向かう。そこでヒテは、スロンの代打として振られるためにお見合いにやってきたミョンヒと出会う。1980年の広州民主化運動の時代を生きた若者たちの愛と友情を描いた青春ドラマで、5月になるたびに見たくなるドラマと韓国で絶賛された作品。迫り来る歴史の渦を知らぬまま、運命のように惹かれ合う主人公たちの切なくて愛おしい姿は号泣必至。最高視聴率は 5.7% とまずまずながら、口コミで爆発的な人気を得ている作品です。5月の青春は、U-NEXT にて配信中です。いつも冷静沈着な人気キャスターのジョンフンは、見たものすべてを記憶する過剰記憶症候群を患っており、8年前、愛する恋人を目の前で失った辛い過去を忘れられず、今も苦しんでいた。ある日、ジョンフンの番組に、トラブルメーカーの女優、ハジンがゲスト出演する。天真爛漫なハジンに呆れるジョンフンだったが、生放送中に、ハジンが発した言葉に驚愕する。それは、かつての恋人ハヨンが、ジョンフンに語った、あの言葉だったのだ。演技派、キム・ドンウクとムンガヨン主演でおります。記憶を消せずに生きる男性と、ある事件をきっかけに、記憶を失った女性の、悲しい過去で結ばれた、ミステリーラブロマンス。最高視聴率 5.4% と、視聴率だけ見るとそこまでですが、ネイバーのリアルタイム、検索にもランクインするなど、韓国のドラママニアから高い評価を得ている作品で、韓国の視聴者から人生ドラマとしてたびたび挙げられる良作ドラマです。その男の記憶本は、U-NEXT、テラサ、FOD などで配信中です。社長令嬢の生んだのは、スリ高校のセレブグループ A3 の一人、リョンと婚約関係にあり、まるでヒロインのような私の人生を送っていた。ところがそんなダノの日常に、異変が起こる。その理由を学食のミステリアスな料理人から、この世界は漫画の世界で、自我を持つキャラクターのみ、この世界に違和感を覚えるのだ、と聞いて驚愕。しかも、自分はヒロインではなく、エキストラだったことに衝撃を受けたダノは、ストーリーを変え、思いのまま生きようと奮闘する中、同じくエキストラ役だった、名前のない男子生徒と出会う。もし、少女漫画の中の世界にいるキャラクターが自我を持ったらという斬新な設定に、原作ファンも納得のキム・ヘユン、ロウン、イージョーク、キム・ヨンデラ旬の俳優たちの豪華共演も見どころ。平均視聴率は 3.2% と物足りない結果となりましたが、韓国人が選ぶ人生ドラマの調査結果では6位に輝くなど、SNS 世代を中心に大ヒットを記録。年末の演技大賞でも受賞ラッシュとなった異色の作品です。偶然見つけた春は、Netflix、Hulu、FOD、U-NEXT などで配信中です。